ドラママザーで話題になった天才子役芦田愛菜さん、素顔も大人顔負けです。お母さんに怒られたりしない？あってませんよ。一瞬も一生も美しく、資生堂がお送りします。じゃあ自己紹介してもらっていい？はい、うん、芦田愛菜です。6歳です。よろしくお願いします。6歳、小学校1年生？年長さんです。あ、幼稚園生じゃん。かわいいね。いくつの頃からこのお仕事してんの？4歳の時から。あ、もう4歳の時から。はい。最初何、あの、自分でやりたいって言ったの、それともお母さんに無理やり行かされたの？お母さんが応募してるから行こっかって言って。そっちだったんだ。放射だったよ。聞いちゃいけない方だ。まずはマナちゃんの迫真の演技が話題となったドラママザーの名シーンからご覧ください。マナちゃんが演じたのは実の母親から虐待を受ける少女レナ。お母さんって言える？虐待を知った担任の鈴原はレナを誘拐して自分の娘として育てる決意をする。お母さん、レナのお母さん、お母さん。しかし鈴原は誘拐犯として捕まり、レナと離れ離れに。お母さん、いつ迎えに来るの？待ってるよ。何回も電話したよ。出ないから間違って覚えてたのかなって思ったけど、会ってたね。ごめんなさい。お母さん、もう一回誘拐ね。今のだけでも本当確かに揺れてくるよ。どう、自分で見てちょっと泣きそうになったりはしない？しない。どうなの、この泣くのとかってどうやって泣いてたの？最初に気持ちをこうやって作って、すごい。気持ち作れるんだ。その気持ちの作り方教えてもらえませんか？でも泣けない時は、うんうん、お母さんがいなくなっちゃうとか考えて、ちょっと悲しいことを、はい、うんうん、そしたらやっぱうるうると出てくるんだ、はい、涙が、はい、すごいよね。ね、失敗したりとかはなかった？失敗したりとかはすごく眠たくて、うまく演技ができない時がありました。そうなんだ、はい、そういう時さ、なんかちょっと怒られたりした？注意されたり？はい、怒られます。怒られた、なんて言って怒られたの？マナちゃん集中してお腹空いてるのとか言われたの？はい、はい、そういう時言ってやればいいのよ。私まだ子供なんですけど。それなんていう人に怒られたの？相沢さんっていう。相沢さんって。どうなの、こう撮影の現場で大人たちが使ってた言葉とかあるでしょ、いわゆるその現場の専門用語、はい、どういった言葉を覚えた？オンリーとか。オンリーオンリーっていう言葉覚えたの？泉ちゃんでも知らないだろ、オンリーって。オンリーっていうのは声だけを取るってことです。あ、そういうこと。そうそうそう、顔は取らないで声だけ、喋ってる声だけ取るのをオンリーっていうんだ、はい、他は？他は押してるとか巻いてるとか。子供だけ押してるとか巻いてるも気になってたの？なんで、マナちゃんも使ってた？押してるとか巻いてるって。はい、ちょっと使ってました。どういう時に使ってたの？今日何時から何時までなのに遅いなとかの時に押してるかなとか、うん、あ、大丈夫、今日は巻いてるよ、まだ今日押してないからね、大丈夫大丈夫。おでは松雪さんにこうおやつもらったりとかなんかしたの？してませんよ。おやつくれなかった？なんでそんなことあるわけないの？今日はこう飴あげるよとかなかったの？はい。あ、そうか、普段ですね、マナちゃんがどういうレッスンをしてるかっていうのをですね、あのスタッフが撮影してきましたので、見たい、こちらの方ご覧ください。こちらがマナちゃんが通う稽古場。おはようございます。
くお願いします。やりましょう。まずは発声練習から。いきますよ。はい。どんな風にするんだろう。ひとぼっちで寂しいの？おじさん、私が遊んであげようか？あ、上手ね、やっぱり。お嬢ちゃん、みんなと遊ばないのか？だってみんな子供っぽいからつまんないんだもん。子供っぽいって、お嬢ちゃんも子供じゃないか。違うよ。すげえだ。私は大人だもん。私は強いんだから。強いか。おじさん、弱虫なのかな。おじさん、弱いなんて口で言っちゃダメだよ。本当に弱くなっちゃうよ。だから元気出して。え？男なんだから。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様。モッティよ。レッスンの後、まるちゃんが向かったのは、どこ行ったの？いや、もちろんでございます。よろしくお願いいたします。新作映画の声優のお仕事、早く里親が見つかりますように。優しいママとパパがいいです。ペットにはユニコーンがいい。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日も完璧、ありがとうございました。怖い。ルン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 。あ、いいね。いやー、すごい、ちょっと尊敬しちゃった。やっぱ上手いよね。声優さんのお仕事はどうだった？楽しい？はい、楽しいです。あれなんていうアニメなの？あれは怪盗ブルーの月泥棒 3D の10月ぐらいに多分放送する。あ、そうなんだ。この年でもうお知らせもできるんだ。素晴らしいね。ね、あとほら、この間鶴瓶さんっていう人とアメリカでほらレッドカーペットも歩いてたでしょ。はい、うん、どうだった？レッドカーペットは絨毯がすごくふわふわでした。そうなんだ。そうだよな、我々歩いたことあるからね。レッドカーペット、そんなふわふわなの？はい。飛行機はじゃあ初めて乗ったの？いえ、あのマザーの時に北海道に行ったんで、うんうん、2回目です。あ、外国は初めて？はい、外国は初めてです。本当？はい。どうだった外国？ウインナーが好きなんで、ウインナー食べようと思ったら硬くて辛くてびっくりしました。かわいいね。これぐらい太かったんです。大きいね。あ、そう、はい、あ、そうだよね。あまり向こうの食べ物美味しくはなかったの？飛行機の中はうんって感じだった。機内食だね。外国の人たちとなんかおしゃべりとかした？はい、センキューとかしかしゃべってないんですけど。おいおいおい、何の言葉覚えた？センキューと？センキュー、うん、ノーセンキュー。もう、ノーセンキューももう言ったの？早いね。もう来年あたりハリウッド進出してんじゃない？あのちゃんね、演技うまいし。好きな食べ物は、そのウインナーが好きってさっき言ってたけど、他何が好き？キュウリです。キュウリが好きなの？はい。何、キュウリはどうやって食べるの？マヨネーズつけて食べるの？キュウリはお漬物にして食べる。すごい。ほんとに？はい。もうやけどしすぎてんの？大人だね。あとお菓子も好きです。お、お菓子何が好き？たぶき揚げとか。やっぱり中身になんか違う人が入ってますよ。絶対違うな、この中身は。たぶき揚げ6歳が言う言葉じゃない。好きなんだ。はい、あの硬いもの系が好きです。うん、うん、あと曲がりせんべいとか。あ、曲がりせんべい好きだね。そうか。ポタポン焼きとか。せんべいばっかりですね。もう基本縁側にいるんだもんね。すごいな。嫌いな食べ物何？なすびです。あら、なすびが嫌いなの？はい。なんで？ぬるっとしたところが嫌です。そうかそうか、あの中身のところがちょっとね。はい。え、じゃあトマトとかは？トマトは好きです。あれ、でもあれニュルッとしてるよね。トマト、トマトもほら中のとこぐちぐちってちょっと。それとはちょっと違う。すいませんでした。僕も違うなと思ったんですよ。今回キュウリ
リが大好きなマナちゃんのために取れたてのキュウリを食べに行くことに。ニワトリさんだ、ニワトリさん、すごいね。ね、マナちゃんほら美味しそうでしょ。どうぞ教えてくれるのか。それにクッキーになっちゃうよ。ちょっと言われたよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いいね、ちゃんと挨拶できるね。うわー、トマトだ。あ、本当だね。ね、綺麗な色だね、トマトね。ほらあった。おー、大きいと思ってた。うわ、何それ。何はぁ、これなんていう種類の。これはズッカっていう種類ですね。あ、すごい、よくわかったね、マナちゃん。いや、ここ見たの。あ、書いてあるね。うん、カンニングか。でっけー。はい、うわぁ、またマナちゃんが持つと。ねぇ、さらに、うん、それはするトマト。ねぇ、これどうぞ、取って食べていいよ。いただきます。うん、トマトの味と変わらないですね。ねえ、でもここに本当こんな小さなねところに味がぐっと、うん、美味しい。不思議ですよね、こんなちっちゃいのに ね。ほら、さっきのトマトと比べてごらん。ねえ、こんな違うんだもんね。これなんかここにはまっちゃった。こんな違うんだもん。じゃ、キュウリはこっちです。はい、行こう。キュウリ、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 あの、うん、はい、この辺あるよ。あ、回ってる、回ってる、キュウリだ。ある？あった。うわ、すげーでかい。うわ、本当だね。ほら、マナちゃん。よし、よいしょ。取れるかな。パッチャイ、ギュッと、ギュッと、頑張れ。うわー、よし、すごいね。太い、これ大きいね。よし、じゃあそれ食べてみようかね。おいしい、おいしい、ほんと？すごいね、やっぱキュウリの味。ちょっと、ちょっと疑ってたのかよ。そんなにキュウリ好きなの？そう、みずみずしいですよ、ほんとに。すごいね、この年の時みずみずしいってしてた。今でもわかんない。おいしい？はい。よかった、よかった。みずみずしい、みずみずしい。ねえ、すごいよね。うん、美味しい。みずみずしい。たどたどしいよ。みずみずしい。たどたどしい。